ケネディ・バキル・ジョールは、スウェーデン出身の元サッカー選手。元スウェーデン代表である。現役時代のポジションは MF。彼の家族は1972年に、トルコマルディン県のミディアットからスウェーデンに移住した。父親のビューニアミン・バクル・ジョールは、アッシリア系移民のみで構成されたチーム、アッシリスカ・フォレ人間の創設当初の選手だった。 1996年にアッシリスカ・フォレ人間からプロデビューし、1999年までプレーした。1998から99シーズンにはマンチェスター・ユナイテッド FC のトライアルを受けたが、不合格であった。1999年夏、ハンマルビー・イフに移籍し、2001年にはクラブ初のリーグ優勝に導いた。 2003年まで在籍し、2005年には、クラブ公式サイトのオンライン投票による、クラブ歴代最高選手の4位に選ばれた。2003年シーズン終了後、ギリシャの GS イラクリステサロニキに移籍した。スウェーデンとギリシャでは、リーグ戦の開催時期が異なるため、移籍した2003から04シーズンは7試合の、出場にどまった。2004から05シーズンは、 トップチームでの地位を確立できず、2005年夏に、オランダエールディビジの FC、トゥエンテに移籍した。フレットルッテン監督は彼を、絶対的なレギュラーとして起用し、2シーズンで23得点を挙げたばかりでなく、欠場したリーグ戦はわずか2試合だった。2007年5月5日、デテレグラフ氏は2006から07シーズン終了後に、 バキル・ジョールが AFC アヤックスに移籍すると報じた。5月15日に公式の契約を交わし、2007から08シーズンが始まって、すぐのヨハン・クライフ・シャールでは PSV、アイント・ホーフェンを1から0で破って、キャリアで2つ目のタイトルを獲得した。2008年8月4日、新たに就任したマルコ・ファン・バステン監督は、 クラブの公式サイトでバキル・ジョーオールが戦力外であることを伝えた。ファンバス展式下では2試合にしか出場していなかったが、その夏は AFC アヤックスに残留することを決め、2009年冬の移籍市場で移籍を許された。2月には再び AFC アヤックスの招集メンバーに戻り、UEFA カップのアウェーでのフィオレンティーナ戦で得点してみせた。 2010年7月、AFC アヤックスとの契約満了により、フリーで、スペインリーガエスパニョーラのラシン・サンタンデールに移籍した。2012年8月、フルスのハンマルビー・イフへ移籍した。ありがとうございます。